今夜は最先端技術をめぐる日本の活路とはと題して提言をいただきます。まずは真田さんお願いします。はい、私はですね国際標準作りの主役たれということを申し上げたいんです。社会でね、世界の中でですね、日本は何と言われているかというとですね、いいものを安く作るものづくり奴隷大国だと、そういう言われ方をしていることが、僕は褒めてませんよね。褒めてもないですね。なるほど。ですからやっぱり標準をですね、スタンダードをしっかりと抑えていくというところにですね、もっと日本は入っていくべきだと。で、僕は日本電気工業会さんとかですね、はいはい、それからモーターのね、制作をしている企業さんたちが、まさにですね、英語でいろいろな形でディスカッションを始めている、はい、そういうのをね、もっともっと強くしていくことによって、日本はね、活路が見出せると思います。はい。はい、続いて鈴木さんお願いします。やれることはすべてやる。当たり前のことですけど、すごい技術を持った会社の人に、なんでそんなにいい技術があるんですかって聞くと、やれることはすべてやってるからです。で、最近日本はですね、自分が技術があると思い込んでて、やれることすべてやってないです。すごく訳が甘くなってます。はい、ありがとうございます。それでは視聴者の皆さんからいただいたメールをご紹介します。ありがとうございました。まずは埼玉県の男性からいただきました。真田さんにお伺いします。はい、アメリカの金利が上がると資金がアメリカに流れますね。その場合日本の株式市場は相当打撃を受けるのではないでしょうか。常識的にはそういうような考え方ができると思うんですけれどもね、はい、それは実はアメリカの国内でもアメリカの株が売られて、国債が買われるというようなことも起こりうるんですけど、今は起こっていませんでしょ。はいはいはい、それはさっき申し上げたように、マーケットが、いい方の金利の上昇だということで株価も上がるし、そして国債の価値も上がっていくというような形でですね、動いてきている。で、アメリカの株価が落ちない限りは日本の株価もですね、基本的に連動しているので落ちてこないと思います。アメリカの方が崩れてくるとちょっと日本も危なくなってくる、そんな風な見方をしていただけたらなと思います。それは要するに経済の実態と株価や金利が連動しているのかしていないのか。はい、ジャブジャブの金利緩和、金融緩和の中でね、はい、ちょっと違う今情勢になっている、こういう理解でよろしいですか。そういう理解をしていただいて、そうするとアメリカがどっかで金融を引き締める舵をもしちょっとでも切り出した時に今みたいなリスクが出てくる、それは出てくると思います。それから基軸通貨ドルが崩れると危ないと思います。はい、はい、続いて鈴木さんにお伺いします。東京都の男性の方からです。日本は 5G で出遅れましたが 6G ではイニシアチブを取れると思われますか。そのための条件はどのようなことだと考えますか。多分取れないと思います。そのためのメーカーがありませんから。あ、そうですか。はい、それ一生懸命なんかこう今政治家の方を番組にお迎えしてもね、 5G はちょっと出遅れだけど今基礎的な技術に投資して6、7、8というところで日本は一気にまたダメ、他の国だって一生懸命やってます。6ダメで 7G でも追いつかないかもしれない。いや、私はね、その距離感は分かりませんけどね、はいはい、日本が投入してるお金ってすごいしょぼいじゃないですか。なるほど。で、人材が不足しますよね。はいはい、その意味で言うと、じゃあ例えばね、そのアメリカのこの半導体部門支援策5兆円、これのそのなんかご利益に預かるというかですね、日米の連携今日いろいろやってきましたけども、そういう中でその日本の企業が、それこそ記憶者がアメリカの企業に買収されるみたいな形によって日本の企業の技術の底上げ、アメリカのお金で伸びていく、その可能性ちょっと虫良すぎますか。あっても少しなんじゃないですかね。ダメですか。もう一つ、これお二人に伺います。神奈川県の男性からのメールです。日本は半導体の製造については遅れを取っていると思いますが、半導体製造装置、検査機器、そして材料についてはまだ優位性があると思います。これらの装置なりを輸出制限したり禁止することで日本に製造拠点を再整備すること、いかがでしょうか。鈴木さん、優位性は若干残ってますけど、はい、それも減ってます、それは他の国だって一生懸命やってるからです。なるほど。だからもしそれを武器にして使うんだったらここ数年しかないだろうと思います。ここ数年、はい、これよく韓国の時にやりましたよね、この3つ3品目。これは韓国に対しては適面の効果があったんですか。ものすごくあります、はい、だから韓国はいまだにホワイト国に戻してくれって言ったんですね、はいはい、ただ韓国は技術開発能力がないから困るわけで、やっぱ中国はすごく怖いです、なるほど。中国の国産化能力はすごいです。はあ、その意味で言うと、じゃあこういった残品目を持っているから日本はグリップが握れるなんていう話はあんまりならない。短期的には握れるかもしれませんけど、長期は無理だと思います。じゃあ逆に言うと、中国が例えばレアアースとか持ってるじゃないですか。ああいうものっていうのは日本っていうのは対応力あるんですか。レアアースに対しては対応力は作ったわけです。なるほど。
さんいかがですか、日本に製造拠点を再整備、はい、日本の半導体産業の復興のチャンス、どうご覧になりますか。はい、それはやってほしいと思います、うん、ですから先ほど の例えば東芝さんグループで、はいはい、もう一度ね、再建をここ根底からやれるかどうかというところが注目されるところだと思います。はい、はい。